おはようございます。今日は韓国3日目なんですが、今日は1日美容デーになります。カンナム周辺のクリニックで美容をたくさん受けていきたいと思います。はい、ということでもう11時からアートメイクが入ってるので今から向かいたいと思います。ちょっと一緒の中に入ろう。難しいよ、このあれは。ねえ、思い出の皿です。今日はアートメイクをします。今日は直接使うのは1週間後からになります、はい、湯船使わないようにしてくださいね。ワセリンは1日2、3回。リタッチはご案内しました通り1ヶ月以降からになります。今ヘアラインの方も麻酔を塗りました。なんかね、このこめかみはノーって言われたんだけど、カウンセリング室では大丈夫って言われたんですが、交渉したらここもやってもらえることになったので良かったです。今デザインしてもらいました。施術が終わったのでパックスリファウンドします。はい、今アートメイクが終わりました。結構、しっかり色は入ってるかなっていう感じなんですが、4年前ぐらいにもこのリエンジャンで受けたことあるんですが、今回ちょっと、やり直してもらったりとかでちょっとイマイチだったかなっていう感じです。ちょっと、色落ちとかもしてくるので、あの様子を見ながらまた2ヶ月後のリタッチに行きたいと思います。はい、というわけで次の美容が、16時からなので、それまでちょっとカフェで休憩したいと思います。ローカルな定食屋さんに来ました。オーダーしました。こんな感じでおかずは自由に取り放題になってます。全部来ました。これで6800ウォンです。はい、おかずも持ってきて早速食べたいと思います。なんとここにスプーンとかが入ってます。この謎の副菜も食べたいと思います。なんだろうか、薄いかまぼこみたいな感じです。これは多分たくあんですね。うん、たくあん。個室に案内していただいて、今からカルテを記入します。再びカンナムに戻ってセニアクリニックに来ました。ここでは肌管理したいと思います。
夜ご飯来ました。すいません、動画でした。ありがと早速黄色のテントの中に入ってみよう。懐かしいね。わー、ストゥーシーのパチモンとか売ってるよ。あー、すごい、すごいね、新しいさ、うちのあれとかで。どうですか、めぐちゃん。ちょっと小材がナイロンですね。わかんないね。そうだね。ぱっと見わかんないよね。すごい。こういうのいくらなんだろうね。イゴール前に4万ウォンだって。4000円だって。すごい。かわいい風船だ。めっちゃかわいい。こういうライトも。なんかさ、夜市みたい、本当に。かわいい。見てください。大量。寒くない？全部プラダです。でね、私が持ってるのもプラダなんですが、見てください。本物と偽物、みんな違い分かりますか？あ、でも全然違う。やっぱ違う？動画で見ると違う。違う？見て、パッと見、なんかこれだけ見ると分かんないんだけどさ、うん、本物と比べるとやっぱり違いが出るよね、うん、すごいよ。でもいろんな形あるよ。これだけ可愛いもんだって。リュック型、あ、可愛い。それ可愛い。これ可愛いよね、うん、値段も安い。あ、すごい、3000円。全部3000円なの。これとか可愛いじゃん、ハンドルバッグ。可愛い。でもやっぱりこれも違うよね。見て。本当だ。やっぱり違うよね、このマークのところが。あ、でもちゃんとこれもここついてる。ちゃんとね、ついてるね。面白い。本当だ。面白いね。楽しい、なんか。え、これ可愛いんだけど。何これ、見たことないよ、こんなのバレンシアガで。ね。でも逆に見たことないからいいよ。なんかすごい、しかもめっちゃ軽い。かわいい。インド行くときこれでいいよね。いいよね。汚れてもいいしね。ガシガシ使える。面白いね。